バスチーユですよ、バスチーユ広場めっちゃ可愛い。そうそう、あれ完全にあのフランスの文化に溶け込んでて、溶け込んでなかった違和感ないじゃないですか、はっきり言って溶け込んでなかった。浮いてました。でも可愛かったです。どうですか、はい、今年のジャパンエキスポ。いやいいですね。あのこの前はなんかね、変な奴がいるみたいな感じで捉えてたんですけど、確かに今日はやっぱね何人かの方は知ってて、私たちも超有名ですよ。本当ですか。確かにネットで見ましたって結構いましたわ。今日のファッションポイントは、あでもやっぱり白さじゃないですか。遠目にも目立つ白、やっぱりこうね、夏ですもんね。暑いからこう涼しげにこう、美脚が有名みたいですね。なんか言われますね、なんかね。どうですか。さあ今日は、はい、今回フランスの観光とかされるんですか。ね、昨日大体見てきたんですよ。あのエッフェル塔背景にクリアとかやってたりとか。大丈夫でしたか。全然捕まらなかったですか。全然捕まるなんてもんじゃなくて、ポリスが寄ってきて、いやそうそう寄ってきて一緒に写真撮ってくださいとかね。マジですか。ね、フランスデビューですね。本当。いや楽しかった。あとね、あのセーヌ川のね、はい、クルージング、あれもわざわざの屋根の上に登って、屋根の上のに座るところが、ね、一番前に座って、で、あの船すれ違うときに、イエーイとかやって。ぜひね、私たち素敵なお写真楽しみにしてますので、はい、たくさんアップしてください。はい、どうもありがとうございます。どうもありがとうございました。バイバーイ。銅像の大好き、イエーイ。